広瀬康ヤ俺は誰なんだ俺はこんなところで何をしている俺はどこから来たのかそれも思い出せない。じゃあその場合どうやって体を圧迫させればいいんだうまいなわからない。知ってるものは何もない。知ってる人はあなただけだ。広瀬康ヤ身長166センチメートル。地面の上にいた人。 この世界で他には誰も知らない。君は何もできないのか俺は一体何者なのか、まだ何も思い出せない。俺う、嘘だ。こんなの嘘だ。俺は自分に何があったのか、どうしても知りたい。絶対に答えてもらうぞお前、何者だ何のことを言ってるんだとにかく一つずつ、ちゃんと俺に理解させろ 俺のシャボン玉が触れて割れるとき、そこから何かを奪う。ツルツルだおら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 おすべてを喋ってもらうからな。さあ話せ俺は誰なんだねえ、安保。あっち、向こうね、ちょっと見てもらっていいお前、 もう妙なことは考えるなよ。舐めるな。もうふざけた小細工はやめろ妙な作戦とかは立てるなよ。なんか喋ったか聞こえないな俺はもう、聞きたくないふざけたセリフは聞かないことにした。ふざけんなお前お前なんか一晩中サッカーボールみたいに扱っても全然平気だからな。辻褄の合わないことは絶対に言うな行かなくちゃな。 ここにもう用はない俺って家族とかいない人間なのかもなお前に勝ったぞソフトウェットソフトウェットソフトウェット俺は間違いなく俺のはずだ今考えてる俺は絶対に俺だこいつ今のアホみたいなセリフは天然で言ってるのか東方家の人間のことはまだ俺には何もわからないだが油断もできないそんなことはしない 城主俺たちは仲間だよな。勝ったのは。俺です。たっぷりあれー？携帯着信拒否されてるー？ジョージ君言ってることと違うぞジジ。ジョースタージョニージョースター。 大飛車取りと言ったが違うな俺のは罪だいやすみません俺あまり敵の股間とか見てる余裕とかなかったかな俺は東方丈介19歳名前も年齢も仮で記憶を失った男かけます乗ったお互いケツの穴は見せ合ったりしないか 言わせていただきますたっぷりとどうやら勝っちゃいました勝ったのは俺の方だな俺のパラワン大平ヒだちょうだい感謝いたしますせっちゃんさっきから呼んでる俺の名前か俺に過去を教えてくれ俺の本名を言ったのか女性女性風味いよしかは死んだ。 俺は生きていた。記憶を失い、肉体が透過交換されてたけれどもな、何があったのか、俺に教えてくれ。俺は何者だ俺が俺がこんな格好をしているのは、フルーツの木の場所を、俺が知ってるからだと、言っているのか